ママがお化けになっちゃった。作のぶみ。ママは車にぶつかってお化けになりました。私死んじゃったの？もう死ぬ時までおっちょこちょいなんだから。こうなるとやっぱり気になるのは4歳のカンタロウのことです。あの子、ママがいなくても生きていけるのかしら。私に似ておっちょこちょいなんだから。家まで飛んでいくと、ねえおばあちゃん、ママどこに行ったの？ママはお空の上に行ったのよ。家の中ですよ。どうやらママの声は聞こえないし、いることもわからないようです。ママ、もう帰ってこないの？そうね。もう帰ってるし、結構元気。ほれ、ここだよ。ここここ、ここここここ。なんだか、ママの声が今もするみたい。ニワトリかしら。ここここここだけ聞こえてる。ママに会いたいよ。おお、よしよし、ママに今思いっきり会ってるよ。もうママの適当なお料理が食べられなくなるんだ。そうね、おばあちゃんの丁寧なお料理しか食べられないね。適当な料理で悪かったな。僕、ママに100個くらい嘘ついてるのに、ごめんなさい、してない。きっとママも許してくれてるわよ。100個？多すぎるでしょ？ママに内緒で、寝てるとき、鼻くそを口の中に入れたの。あらまあ。うっげえ！ママが何歳か忘れたから、65歳ってみんなに言ったの。あらまあ、だから若いですねってよく言われてたのか。大丈夫大丈夫、ママは全部許してくれるから。許さないぞこんにゃろう。夜になると不思議なことが起こりました。うわー、ママ、なんと夜12時を過ぎるとママが見えるんです。おばあちゃんは眠っています。ママ、すごい！透明で透けてるよ。そうよ、お化けなんですもの。飛べるの？いくらだって飛べるわよ。ママなんて、ほら見て、脇腹のお肉で飛んじゃうんだから。太ってる。やっぱりママだ。ママ、僕ママが寝てる時に鼻くそを口の中に入れてごめんなさい。それは本当にもう二度とやったらダメよ。おばあちゃんにもやらないのよ。あと今寂しかったからママのパンツ履いててごめんなさい。それはなんか鼻くそよりもやめておきなさい。カンタロウ、ママもういなくなるの。お風呂一人で入るのできる？一緒に寝ることできないから一人でおしっこ行くのよ。おもちゃ遊んだらお片付けするの。幼稚園のお迎えもママ行けないわ。カンタロウはママを困らせないようにずっと聞いていたけど、もうダメです。そんなにいくつも全部一人でなんてできないよ。なんで死んだんだよ。僕どうすればいいの？ママがいなくなるのなんて嫌だ。ママだってどうすればいいのかわかんない。死んだばっかなんだもん。ずっと我慢してたけどもうダメだ。二人とも泣いて、このままだとおばあちゃんが起きちゃうから少し散歩することにしました。外へ出るとお化けでいっぱいです。ママ、お化けってたくさんいるんだね。そうよ、人はみんないつか死ぬの。死なない人なんていないのよ。
それで死んだらね、生きてる時こうしておけばよかったのになって思う人がお化けになるのよ。ママもこうしておけばよかったのになって思ってることある？そりゃ数えきれないくらいあるわよ。ママなんておっちょこちょいで失敗の方がうんと多かったから。でもね、ああ生きててよかったってこともたくさんあったわ。なに？あなたを産んだこと、それだけはママ大成功だった。涙がボロボロ出た。このために生まれてきたんだと思ったわ。カンタロウが生まれて初めて自分の命より大切だと思えることを見つけたの。僕がママの子供でよかった？もちろんよ。ママはカンタロウでよかった。この手の、この顔の、この体の、あなたじゃなきゃダメなのよ。今思うと、カンタロウのいいところも好きだけど、ダメなところがたまらなく好きだった。だって、私にそっくりなんだもん。僕もママのおっちょこちょいでダメなところが好き。ママはカンタロウの手を握りました。これからママの言うこと覚えていてほしい。新幹線が好きなカンタロウが好きよ。友達に優しくできるカンタロウが好きよ。ブロックが上手なカンタロウが好きよ。甘えん坊なカンタロウが大好き。もう数えきれないくらいの好きで、ママはずっといっぱいでした。カンタロウありがとうね。カンタロウのママでママは幸せでした。ママさよならしちゃダメ。朝起きるといつの間にか布団の上でママはやっぱりいなくて、おばあちゃんが朝ごはんを作ってくれました。僕頑張ってみる。一人でやれるよ。ママに届くようにカンタロウは声に出して言いました。その日の夜、ママのパンツを履きながら眠ると、ママがずっとそばにいるような気がしました。